どうも、まるたかまなみです。夏季がお休みなので、皆さんからね、夫婦についての質問をね、いただくことがあるので、インスタグラムのストーリーの方と、あと YouTube のコミュニティの方で質問を募集させていただいたので、今日はそれについて答えていけたらなと思います。夏季でもあんまり質問とか答えたことないんじゃない？ない何？声発さない感じ。あ、そう。質問とかあんまり答えたことないみたいなので、皆さん温かく見守っていただけたらなと思います。それでは質問答えていきましょう。まるたかチャンネル、たくさんの質問ありがとうございました。一つ目の質問、お二人の出会いを詳しく聞きたいです。結構当時バラエティ番組に出させていただいた時とかにお話しさせていただいているので、知ってる方も多分たくさんいると思うんですけど、知らない人もたくさんいるんです。じゃあもう秋田に丸高出会いって検索で出るの？そんなんで出るのかわかんないけどお互いの第一印象やその後のギャップ、付き合うときにどちらが先に告白しましたか？第一印象は。かわいい。顔ちっちゃい。まなみのことを好きな人たちが思った第一印象と一緒やと思う。第一印象ね、覚えてないんですよ。あー、サッカーしてる人なんだ。へーぐらいだった。もともと多分、カキが私のことを知ってくれてて。ロンハーとかめっちゃ出てた時や。うん、やけど俺はロンハーを見て知ったわけじゃないからな。大阪でやってるモテモテカンパニー。そう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 、それ大阪で私とTKO さんで3人でやらせていただいてる番組がありまして、そうそうそう、やらせていただいてた。そう、大阪に住んでたからそっちの方が見てたからその番組を見て知ってくれてて、共通の知り合いが、私と親友が飲んでたところに連れてきたみたいな感じ。俺と俺の友達も。そうそうそう。でそこで初めましてみたいな感じだったんだけど。ほんまに2分ぐらい。え ?2 分。すぐ帰ったよね私。2、3分じゃない。ほんまに5分も治らんかったと思うよ、多分。それが出会いです。だけど LINE でグループでつながってはいて、で後日またみんなで。後日どころか午後ぐらいだ。そうだっけ、うん、後日って言ったらなんかすぐみたいな。後日俺が連絡したのあれよ、その番組見てたから、うん、なんか写真が送られてきた。そう、そのテレビのな、見てるで。そうで、まあ何回かみんなでご飯行ったりとかしていくうちに、うん、仲良くなりました。はい、はい、次プロポーズの話、結婚の決め手など教えてほしいです。プロポーズ再現してほしいって。無理や、まずお酒飲まれへん今。そうそう、私だけお酒飲んでて、で目真っ赤でもうフラフラで11時ぐらいにもう寝るっつって寝に行って、しかも俺はその日にあ、もうこれ指輪渡そうって思ってたのに、なんかめっちゃ飲んでなんか楽しいなっててで寝に行ったからもう寝られる前にと思って、別に次の日にしようとか思わんくて、もうほぼ寝てた、うん、で目開けても目真っ赤で結婚しようかってなってんのよ。だからその酔っ払って目充血して泣い、なんか目赤いのか泣いてんのかわからんかって。そうそう、なんかはい結婚しようかみたいな、うん、で指輪こうやって多分私が寝てるところにこうやって、うん、やってきてくれたんだけど、今みたいな、うん、するする今みたいな、それ以上感じ。もうすっぴんでさ、コンタクトもしないからこの辺で指輪結構目悪いからね、見ながら嬉しいとか言いながら化粧してる時また撮ってね、写真とか言いながら写真撮って、なんか気持ちはなってるからふわふわしてた、へーとかじゃなくてふわふわふわってですぐ寝てた、うん、すぐ寝てたです。はい、じゃあ次、夫婦で旅行に行くならおすすめの場所はありますか？これまで2人で行ってきた場所からお互いがおすすめの場所教えていただきたい。ネスタリゾートかな。ああ、ネスタリゾート。ネスタリゾートは一択かな。
私はでももう本当にモルディブ。モルディブは新婚旅行で行ったんですけど、遠いけどね、また生きてるうちにもう一回行きたいねっていう話をしてるのは、お願いします。お願いします。頑張れよ。グアム。グアム。グアムね。グアム好きやな、俺。グアムやっぱ。まあグアムに悪いけど、あんまなんもない。そんなことないよ。そんなに？グアムってなんかこう集結してるから。そう、そこにおれば何でもできる。確かに車とか乗らんの。そう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 。どこでいっぱい遊ぶところがあって。買い物もできるし歩いて。そうだね。ホテルも近いし、でご飯も美味しいし。俺さ、移動したい、俺嫌いやん、移動が。結構インドアなんですよ。だからだから旅行行ってもなんなら別にもうホテルのもので遊びたい人やん。そうか、ね。プールもそうだし、まあ、海も前にあったらいいけど。うんうんうん。完結してほしい。そう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 。近くでね。うん。そうね。グアムはでも私も好き。結構さ、私時差ボケするからさ、時差がそこまでなくて。すごい南国を味わえるっていう面では、うん、グアムは好きやな。俺ユニバとディズニーランドより、うん、やっぱレゴランドの方が好きや。レゴランド確かに最高だったっていう感じ。あ、その休みがあってどっちも人がいませんよってなっても俺レゴランド選ぶと思った。いや、人いないんだったらディズニーとかって思うやん。ってなるやん。ハワイに人全くおらん、うん、時差も移動距離も一緒、うん、やけど俺は多分グアム選ぶ。それぞれやん、うん、でも名古屋に住んでた時にレゴランドにね、結構少女がちっちゃかった時です。最高や、みんな優しいし。私結構アトラクションもね、ちっちゃい子が乗れるアトラクションも多くて、ちっちゃい子供がいるご家庭とかだとおすすめかも。どちらが権力握ってますか？権力って何？権力だよ。だから夫婦としての権力はどちらが握ってますか？どっちもじゃん。どっちだって。そう。うち多分どっちもどっち、うん、っていうのが。強いて言うならとかなくない？そうね。折れるのは俺やで。だからそういう意味ではもしかしたら。全部大体2人で相談して2人で決める。いや、2人で相談してまなみが決める。権力が多いよね。それ俺も権力とか思ってなくて、うん、その俺の意見は基本的にはだから言わない。言ってるけどね。こうあなたの意見はないのっていうことにたまになったりするけど、青と赤がどっちがいいって俺が青と思ってても2分の1を外さないように答えてるから。らしい。そんな感じです。まなみがどっちと思ってるやろなと思って答えてるから。ありがとう。権力とかっていうより円盤の秘訣やで、これ今の。どうせあるやろ質問。ないね。あ、ないか。あるわ。あるやろ、どうせ。喧嘩をすることはありますか？もうでもな。喧嘩をした時の仲直り方法とか。それだから言うんだよ、俺が折れる。ちょっと待って。黒ないなんか俺めっちゃ。うん。とかやっぱ、うん。しかもこの質問が多分一番多かったの。喧嘩？喧嘩、夫婦で喧嘩しますかとか、喧嘩した後仲直りどうしてますかっていう質問が一番多い質問で、でも喧嘩は全然するし、けど昔に比べたら減ったかな。だから理解したお互いが多分付き合い始めてからだったらもう10年以上一緒にいるわけですよ。まあでもあれ俺に言われるんじゃないよな、喧嘩のやめ方とか、どんな喧嘩しますかっていうことを、例えば質問するわけやんか、今から俺言うけど、その温度感は伝われへんやんか。相手選手のとこは、こうやって仲直りしてたんやでって言われる、夫が一番嫌やから。あ、なるほどね。そうそうそう、俺よう言うやん、いやもう他のとこのことはええから、よそはよそ、うちはうちね。そうだ、ドラマ見ててもそう、何してても他のとこは他やと、うちはうちやっていうマインドにお互いがならん限り喧嘩って多分一生続くと思う。どうせ次なんか楽しいことあったらその前の喧嘩のことなんて忘れてんのにっていうマインドになれば、なんか喧嘩ってするっけ、まあするけどってなると思う。だって聞かんやろ、喧嘩とかすんの。聞かない。するのは当たり前やし普通ってか、しない夫婦ってたまにいるって聞くじゃん。カップルもそうだけど喧嘩しませんみたいな。でもこれを出しっぱなしとか、これやってって言ったのに後でって言うとか、その会話がない夫婦って俺ないと思う。
上にいるみたい。いるんだね。それはもう全部だけ旦那さんが全部悪いよ。喧嘩は。だって、旦那さんが悪い。でも喧嘩した時は花買ってきてくれたり、うん、ケーキ買って、私が好きなケーキ買ってきてくれたりして、私はもう単純だから、もうそれで機嫌が急に良くなります。うん、呆れた方がいいよ。まあでも基本はそうだよね。基本を求めない。呆れた方がいい。見返り求めない。案外どこの家でも一緒やから。喧嘩の内容も。そんな気にせんと。一生付き合う人なんやから。楽しく行こうよ。楽しく行こう。はい、結婚して良かったと思う瞬間はいつですか？結構質問をね、たくさんいただいたので、前編と後編に分けようと思っているんです。一旦とりあえず、この前編の最後の質問にしようかなと思ってるけど、結婚してよかったって思う瞬間？逆に結婚しなかったらよかったって思う瞬間はっていう質問を。ないえ？逆に？結婚してよかったとしか思わない。あ、そう。友達が旅行行こうっていう時にやっぱ家庭があるから行けないとか、やっぱ本気で言うとあるやん。あ、まあ、とか、その結婚しない友達同士が楽しい旅行行ってる SNS を見た時とかって結構そういうの思ったりして、一人やったら不意に行けるやん。うん、それはそう。そうそうそう。とかっていうところにストレスはないの。あ、ない。それはもう20代でたくさん遊んだし。俺はゼロやん、それが。そうね。いや、まあでも帰ってきたらだからパンツ洗ってあると思うから。そうなったら帰ってきた時に部屋が涼しいとか、うん、とかになってくるかな。やっぱ結婚してよかったことってなると、まあ、だから楽しいのも悲しいことも全部2人で半分ずつっていうのはでも本当そのまんま感じるかな。うん、よかった、そう言ってくれて何の悲しいことにも多分入りきってないと思う。私が悲しい時に笑ってる人だから。逆に聞いてみたらさ、ドラマ見てめっちゃ泣いてるやん、よく。その時に横になって、めっちゃ寂しいなって。今どんなことあったんこれ、分かんなもんだもんなって言われんのか、いや、また泣いてるでって言われるの、どっちがいいか。いや、だからもう私はまた泣いてるでに慣れてるからさ。うん、俺もだから。でも寄り添うタイプの旦那さんもきっといるんだよ。大丈夫って。そんな悲しいドラマやったん？どんなドラマやったんって。いうタイプの旦那さんも多分いらっしゃると思う。どっちがいいかアンケート取ってみてよ。まあだからいいじゃん別に。なんかさ、母になってやっぱさ涙もろくなるじゃん。自分もなったでしょ、ちょっと親になってさ。俺もともと涙もろい。そうかな。うん、だって全然俺ワンピースとか見てて全然泣いてた。逆に泣いてるとこ見せたくないから我慢してできるようになった。あんま泣いてるとこ見たことないな。サッカーのすごいかかった試合だったりとか。あ、でもそうじゃない、サッカー以外で。あ、長女が生まれた時とか。お、あれびっくりした。俺あれをだっけはもう言葉で余裕やん。知らない間に涙が溢れてきた。出てきた瞬間でしょ。そんなやつおるかと思ったけど、こうパッて出てきた瞬間に、もうほんま泣こうと思ったのにポロンって。あれはすごかったな。でも私それを見てないから、その私自分で怖い怖い。1個1つ見えた。ほんまにほんまに。そうそう、初めての赤ちゃんが生まれてくるっていうその瞬間。まあでもそれも含め結婚してよかったよ。そうだね、うん、毎日楽しくなります。まるたかチャンネルということで、前編はここまでということではい、どうでしたか。前編ここまでということですが、後編が楽しみですね。意外じゃない、喧嘩をすることがありますかとか質問が一番多かったんです。喧嘩してるか気になるの。だからこの間 の、 発表会をせんといてくれっていう俺の、あー、私の顔がちょっと、俺のパワーワードがやっぱり、うん、こういうことばっか言って喧嘩してんじゃんって思わしたっていうことをやってるから困ったんじゃん。そうそう、質問喧嘩、ね、しめしめ喧嘩しますか。後編へ続く。はい、見てくれてありがとうございました。質問もありがとうございました。では後編へ。